してチームエキサイトのリュウとさくらです。よろしくお願いいたします。イエーイ。今日は20時35分からサマーナイト花火があるんですけど、はい、皆さん盛り上がってますか？盛り上がってますか？もっと皆様に楽しんでいただくために今日は皆様と私たちで一緒に踊りたいと思います。はい、はい、ではまず私たちが4つの踊りをレクチャーいたします。はい、合言葉はビバパッショネートオーシャンとなります。はい、はい、ではまずビバパッショネートオーシャンについて詳しく説明いたします。はい、お顔の横にまずは V を作りましょう。はい、皆さん V 作って、はい、作って、はい、そしたら両手で V を作ります。はい、これでリバーとなります。リバー。はい、その後両手をぐるぐる回してエナジーを貯めましょう。そしてエナジーを踏み持っときあがってます。はい、これがリバーパッショネートオーシャンとなります。大事な振りなので皆様覚えて一緒にやってみてください。はい、では一つ目の振りいきます。今のリバーパッショネートオーシャンをやりましたら右手を出します。はい、今度は左手を出して、そして両手を上からパーで下ろしていきましょう。これが1つ目の振りになります。ではさくらちゃん2つ目いきましょう。はい、2つ目はビーバーパッショネートオーシャン。そしたらエナジーを放てという歌詞に合わせてエナジーをぐるぐるぐるっと貯めてお空に向かって放ちましょう。放ちましょう。オッケー。はい、では3つ目、今のビバパッショネートオーシャンをやりましたら右手、左手、クロスを6回行いましょう。3、4、5、6。はい、バッチリです。はい、これが3つ目です。では最後、4つ目いきましょう。はい、最後ビバパッショネートオーシャン。オーシャン。お顔の横です。はぁ、反対側もはぁ、その手を前から開いたら大空に向かって 1、2、3、4。これでおしまいです。おしまいです。皆様振りはバッチリですね。バッチリですか？後ろの皆さんもバッチリですね。ありがとうございます。さあ、それではミュージックスタート。さあ、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。Yeah!
ご覧いただき誠にありがとうございました。それではこの後も